だこのアイテム。見てください皆さん、これがお金の力というやつです。4号いるこの辺に。いないな今日。ああお金が余ってるから4号にプレゼントしようと思ったのにな。仕方ないな、アネッサにあげよう。お金をなんでこんなにお金持ってるの。まあなんで持ってるかって言ったら前回の配信見ればわかるんだけど、ねえアネッサ、お金に困ってない？僕ね、お金を持ってるんだ今。いる？ほら、いくらでもあげるよ。あ、あれ？ちょっとアネッサ、外来てくれない？外じゃないとお金渡せないみたいなんだ。アネッサ、お金困ってるでしょ？しかも君に関してはね、あんまり喋んないから、この島クビにする予定だから。はてな。おい、聞いてないふりするな。クビにするって言った瞬間、はてな出しやがって。絶対こいつ捨ててやる。なんかさ、この格好的にお金を貢ぐ少女みたい。ホストにお金を貢ぐ少女みたいになるんだけど。4号？あ、4号こっち。もうちょっと画面見えるとこ来て。そう、そこ。ストップ。止まれ。ね、4号、慌ただしいな。今。お金。ほら、4号、お金だぞ。4号、後ろお金あるよ。気づけ。おい、ゴリラ気づくんだ。後ろにお金あるぞ。めっちゃ僕のこと見てくる。ほら、4号お金だぞ。さあ、お金落としてるとゴリラはどうするのか。おっと、川を見てますね。さあ、誰かが見てるかどうか気にしてるのか。座ったー。興味がないのかこのゴリラは。この辺でお金渡そう。さて、私頑張って働いてきたの。はい、今月分。4号、ほら、今月分のお金だよ。私夜、朝も夜も全て頑張って働いてきたの。金の亡者みたいなゴリラになったな。おい、どこ行くんだ。ちょっと待って、この辺にカメラがあるんじゃないか。これはドッキリなんじゃないかってちょっと探してるね。お、そんなところから。いや、でもそこにはカメラないぞ。4号、あのお金は拾っていいんだ。チェックしてる。お、戻っていった。さあ、どうする？あ、どうする？すわ。まだカメラチェックしてる4号。なんか騙されたことでもあるのかな。こういうの YouTuber にさ、1円玉が落ちてたら人は拾うのかとか検証されてパッと拾っちゃったんじゃないの。4号、ねえ、お金欲しくない？包むで。4号、今月分の私の全財産。おい4号、全財産、あのプレゼントあるんですけど、ここに。4号さん、私働いてきたよ。ねえ、私を見てよ、もっと。ねえ、あのさ、プレゼントこれ包んだら渡せるって聞いたんだけど、コメントで。ほら、4号。あ、待っててくれてる。今か。あ、寝そう。ちょっとこういうのってこっそり横とかに置いておくといいんじゃない？サンタのプレゼントみたいな。ガンガン見てるんだけど。あ、見てる。どうする4号、私の全財産9万9000円ベルよ。あ、気づいてないふりしてるのかな。結構ツンデレだからな。遠くから見ておこう。あ、笑ってる。あ、気づいた。プレゼントにお金入ってるよ。それ私頑張ったの。踏むな。おい、踏んでどっか行こうとするな。お前、ヨウリュウ久しぶりだな。ちょうどお前のことを考えてたとこ。え、何それ、いきなりキュンとさせてくるじゃん。これ両思いなのかな。私頑張ったよ。え、急に現れてびっくりしたぞ。え、こういうの以心伝心って言うのかな。違う、両思いって言うんだよ。おい、プレゼント渡させろ。お前気合十分だな。で、何の用だ。プレゼントがないね。おしゃべりしよう。なんか誰かに見られてる。え、さっき見てたよ。てかカメラのチェックしてたよね。そういう意味だったの。やっぱりお金があって気にしてカメラのチェックしてたんだね君は。お前何も感じないな。まさか誰かがオイラを狙ってるとか。くそー、出てこい卑怯者。私が狙ってますよ。